試合行っていきましょう。ガチくん、著作権でひっかかっちゃうからダメってこと。著作権ミュージック。すげえメバチバチするじゃん。赤。でこれツナマヨネーズね、セブンのやつね、三角形全部ツナマヨネーズ入ってるんですよ。これみんなセブン行ってみてください。美味しいんで。熱っ。倒産されました。レフェリー。反応しちゃうって。個人のところ。ね。レフェリー。レフェリーです。今日レフェリーです。レフェリー。やだ、取らないで、やだ。はい、やだ。はい、お疲れ様でした。やだ。はい、勝ちました。どうもありがとう。結果は4-0。4-0。2点決めました。はい、ありがとうございます。はい。はい、ワンゴール、ワンアシスト、フォワードをやって結果を残しました。さすがです。はい、山本選手は？0ゴール0アシスト、どうもありがとうございました。はい、急便で瞬時着きました。はいはい、じゃあさあ、塩くんをね待ってるんですけど、塩が塩って呼ばれてる理由知ってますか？はい、何でしょうね。幼稚園の時に、小学校か、サッカーの時に決めたんだけど、小学生か。佐藤亮介が塩、佐藤だから塩、佐藤塩になります。佐藤塩、うん、佐藤塩。ハッピーアスケル亮介亡くなっちゃったんですよ。黙ってアイス持って、アイス持って、はいはいはい。実はね、試合終わって塩が合流したんですよ。いや、もうさっき合流してまして、はい、あの、はい、佐藤だから塩の子ね。そう、いや、はい、でやってきましたよ皆さん。これです。はい、当たってんだよ。知ってますかこれ。これ何当たってんだよ。かの有名な油だめ。危ない。あ、すごい。あ、眩しい。魔線香から危ない。魔線香。そんなことはいいから、もう入ろう中。マカコーダンボー9、10とか。え、9は9の初め、9月の、はい、サナーサナー塩残り、サナーエピ俺の残り、どうもありがとう。いやー、ごちそうさまでーす。いやー、あとあれも、待って、どうしよう、どっちにしよう。セブン勝てるかな。うわ、マジか。うわ、待って、どうしよう。え、すいません、叩いてください。どうしよう、叩いてください。7枠しても勝てます。え、どすいません、叩いてください。コメント欄騒いで。炎上、炎上、難しい、炎上もんです。返せる、返せる。みんな、はい、7枠勝った。やめました。あー、ベルちゃった、ギリギリ。で、俺のターン取ってねえよ、今取ったよ。トラさん、あー、トラさん、あー、出た、気持ちいい。はい、気持ちいい。はいはいはい、はいはい、三軒茶屋向かいますよ、はいはい、今から皆さん。悪いね、クソダリーな。おいおいおい、バレちゃった、バレちゃった。せー、じゃあいくよ、せーの。はい、じゃあここまで使います。じゃあバイバイ、お疲れ、バイバイ、お疲れ様でした。うわ、すごい、すごい、早っ。ぜひこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、あとは SNS もやってるのでぜひそちらのチェックもお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。